実は、今川義元っていう人の勝手は、今川関白って言って、実は江戸に政府を作ったすごい人物だったんだけど、今川義元も今回、稲荷の餌食に。ところが、このところずっと稲荷の餌食なんですよ。で、結局稲荷の餌食にあったらどうなるかって言ったら、まあ、こうなる。目が細くなっていく。大和民族って、もともと恵比寿やったって言ったら、稲荷の餌食になった恵比寿が大和民族になった。で、その敗者復活戦というか、まあ、恵比寿に戻りたいっていう時に、もっぺん英雄やって戻りたいって彼はなぜか、堅実な職人になろうとなかなか思わない。農家も職人の一種って言ったやろ、そういう堅実な言い方、もう要せんやねん、いっぺん稲荷の餌食にしたら、稲荷がまだおるから。で、恵比寿に戻りたい、ねえ、パッチーの。あ、ハンサムに戻りたい、ビジョンに戻りたいって言って、もっと英雄的なことしたら戻れるかなっていう大勘違い、逆に。今が吉本が恵比寿に戻りたい、その復活戦が織田信長。彼は実は木下の今、西浦家の人物。確かに。ほんで、自分のかつて通った道、それ今川義元の人生を覚えてるから、今川義元が休んでる場所。だってあんなところで何のために、もう稲荷の遊びの対象やった、今川義元って。あまりにも名君やった、かつての江戸に政府を作った、今川官房。だから、しゃあないから戦国時代に今川って人生を置いて、実は近代の人物。で、その復活戦、英雄でなければいけませんかとわけわからんけど、木下信長が、織田家、織田信秀は丸顔の名パッチ、ひで太い人物だけど、なぜか、その子供であるはずの織田信長が木下君の顔が、源によるとも木下君の顔が、で、英雄ならね、恵比寿に戻らませんかって、違うね、嘘やね、職人、要するに、タロットといえば、そのペンタクル類型である職人、イラストに書いてあるのは、しっかりとしたその、種工業農家を含む種工業の人物になってくる。で、その実験所が実は立ち見え。で、その人たちに与えられた名字が実は加藤や。だから、加藤の職人としては今一の名字じゃない、実はね。それがカルディアでもね、ペルシャ、パンギアペルシャの後継政府、カルディア古代。そこも、加藤。そこも、だから、職人に、として、要するに、顔なしたちをもっぺん仕込み直す。永遠になりたがるの顔なし。所詮な。信長の顔、あれ顔なしの顔やね。頼朝の顔、あれ顔なしの顔。橋本殿の顔。石橋家の顔も、顔なしの一種やねんけど、伊都国。伊都国国王の子孫。つまり、伊勢神宮家の、一世の御子の子孫。石橋家、まあ、五代王。なんていうわ、いとこ後継と。それは何かと言ったら、水戸巻を回した顔なしの系統ですよと。じゃあ、神武公と、柏原神武公と、柏原、顔なしっていう。お腹までかし。代理母、どう言ったらいいの、稲荷を切れてもかし。な。で、なじみでは、一本顔なしになっちゃった人たちを職人にしとって、それが幼魚。四国の中でも陶磁器っていうのは、人類にとって一番古い形でしょ。じゃあ誰でも参加しやすい。例えば、川西長五郎っていう人は、職人別でも角に当たって、刀鍛冶と刀工を分けた。な刀鍛冶石とかいっぱいあって。境になるか。鉄砲鍛冶も刀鍛冶でしょ。国とか。で、それと、幼魚、陶磁器を比べ当時期の方が古いけど消えたやつ。でも、完成度、職人としての完成度は語るんですよ。対比して書き上げて。別に、説教メーターにはないでしょ。彼の場合、あの人の場合ね。ただ、これは対比して捉えた方が人類にとって有益である。考え方に違う。でしょ？で、読んでみ、海明寺長。だから、日本、名称列伝。名称の称は、匠の、まあ、職人列伝っぽい。職人の列伝はたまに読みますけど、時間がないから、すぐ、こういうことを含めてすぐ
急ぎの用意してしまうから、もちろん。急ぎの用意なんだけど、日本に生まれんから、もちろん。